真夏の怪談みたいな経験をしました。一昨年の冬被災してこちらの企業に転職して借り上げ社宅に入った家族が近所に越してきました。家族構成は夫婦と幼児が2人です。借り上げ社宅なので近所には同じ会社の人はいません。越してきてしばらく奥さんが幼児2人連れて公園行ったり買い物に行ったりする姿を見かけてました。挨拶しても子供たちが返してくれるだけで奥さんはうつむいくかそっぽを向いて見なかったことにされるので近所では評判は良くなかったです。でも被害はあるわけでもないので生温かく距離を置いてました。それが去年の春に近所一軒漏らさずに手紙が入っていました。某月某日かけると記事近い館館を借りました。重大な話し合いがあるので全世帯集まるようにとあり、差出人はその挨拶しない A さんの夫の名前でした。自治会の世帯全部に出したわけでなく隣近所10軒だけ出したことが自治会長に訴えた人が調べてわかりました。自治会館の使用許可は自治会長にするのですがそれも出されてませんでした。そのため夜夫が帰ってきているだろう、車があるのでわかる時間帯に自治会長と手紙が来た実験の代表が訪ねていきました。集めようとした理由は妻が地域に馴染めずに子育てを放棄している、そのため子供を隣近所で世話をしてほしいのでその順番を決めようと思っただそうです。自治会長絶句、代表呆然だったそうですよ。確かに最近幼児二人で出歩いているなと思っていましたが迷惑かけられることもなく、いつも二人で玄関先で座っているかすぐ近所の公園の砂場で遊んでいたので話題に上がってませんでした。結局自治会長が手配して奥さんは病院にかけ、子供たちは一時預かりで保育所に入りましたが、奥さんは良くならず、夫は無責任で保育所に迎えにも行かず、被災して大変な目に遭ったのだから、隣近所で助けてくれて当たり前。前住んでいたところではそうだった。と言い張りましたので、子供は施設に入りました。奥さんの両親が奥さんを連れて帰ったという話も聞きました。夫はしばらく一人で社宅に住んでいましたが、去年の年末に会社を辞めて故郷に帰ると言って出て行ったそうです。誰も確認してないのでわかりませんが。自分は現在関東在住なんだが関西に住んでた。仕事先が関西弁で引くので東京弁を話すようにしてるが、興奮するとやはり関西の言葉出る。前提ね、去年なんだがお袋と親父が相次いで入院して別々の病院に入院、両方の病院に見舞いや着替えと洗濯物の回収等で自炊する暇と体力なくて、夕飯はファミレス行ったんだ。お約束でガキが走ってるどころか鬼ごっこしてて邪魔くせえ蹴り入れてって思ってたんだわ。とりあえず席案内されて注文のリンクバー取りに行くというこれまたお約束なんだが、アイスコーヒーを取って席に戻ろうとしたら体当たり食らった。自分は背が 180cm で高いと思うんだが油断してた。おかげで悶絶クラスの頭突きが金的に HIT、 もちろんくの字に体が前に行くんだが、コーヒーはガキの頭にバッシャーとかかり、ついでに俺の服にもかかった。きちままあんたのせいで子供にコーヒーが、きちままクリーニング代金払えと言いやがる。こっちは俺の息子が言ってえのにって思った瞬間に怒り爆発させも歌。俺ああなんやわれ、新しい当たり屋か、ああ俺ほんなら警察でも呼べやわれ、詫びも入れんと金よこせやと、俺自分何言うてるか分かっとんのか、それ恐喝やど。
店員と目が合う店員目をそらすが逃がさんと言わんばかりに。俺、兄ちゃん見てたやんな。店員、はあ、まあ見てました。俺からぶつかったか？それとも、ガキからぶつかったか見てたか？店員、そちらのお子様が走ってたのは見てますが。俺、他、なら誰か見とらんか？と、大きめの声で周りに聞く。この辺で痛みが抜けて冷静になり始めるが、おや、この人薬剤を助けて。とか、人聞きの悪いこと叫び始めて警察呼ばれた。結果は箇条書きにするわ。警察参上し、ヤクザと吉ママに言われたので、高圧気味に、俺の住所職業年齢を聞く。全部伝えて、前に関西に住んでて興奮して関西弁を使ったことを説明。一般人と確認取れて軽く謝罪される。吉ママフィーバーし始める。俺が謝罪なく金銭を要求されたので、恐喝で被害届を出すという。吉ママフィーバー通り越して暴れ始める。俺が引っ叩かれてメガネ吹っ飛ぶ。ドナドナル。保管フェイクあり。吉ママは、俺を、警察の目の前で引っ叩いて、サクッと、傷害現行犯で逮捕。その後に、吉ママ両親が、俺の家に嫁来たが、加害者家族に、被害者の住所教えていいんか？って思った。まあ、あとは、お約束の土下座からの示談をお願いしますがった。知りたくもなかったが、娘、吉ママは罰1とのことだが知らんがな。子供、吉両親から見ると、孫のためにどうかとまた土下座る。本当は反撃プレゼントしたかったが、両親の対応で時間ねえから、示談に応じた。金額は、束3つほどで、今後連絡とここに来るなと、念書書かせて終了。俺の家古い木造アパートで、トイレは、玄関のすぐそばにあって、ドーン。って揺れと落としたから。地震か。って焦ったら吉ママいてた。吉、あんたのせいで、パパとママに貯金取られて払うことになったじゃない。吉、慰謝料払いなさいよ。唖然としたわ。まあ念書書いてあったが、違反したら、次回は、一切示談に応じないと書いて。また、示談の交渉をしないって内容だったんだ。で、警察に、連絡後に、吉両親に、襲撃来て玄関壊されたんで、逮捕してもらいますね。って言ったら、携帯落としたらしく落とした音が、うっさかったが、その後切った。警察が到着して、ガツガツ玄関蹴ってる吉を発見する。吉ダッシュで逃げるが逃げれるわけなく捕まる。で、ドナドナされて、見事一般になってもらいました。